はい、えー。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。えー、今日はね、6月1日水曜日です。えー、今日の日経平均株価、えー、プラス178円上げましたね。えー、27,457円ということで、上げております。トピックスもね、プラス25.97ポイントということで、えー、1938ポイント。えーと、もうね、ちょっとで2000ポイントを回復するような感じですね。 えー、マザーズはプラス4.08で675ポイントというこれも上げてますねドル円ですけれどもちょっと円安に触れてますね、えー、輸入する会社にとってはとても不利なー情勢ですね、えー、日経 VI ですけど19.56ということで共振指数低いですね、えー、ニューヨークですけれども昨日ねマイナス222ドルということでですね三、えー、万3000ドル割ったんですよね でも今日日経平均株価上げたというね、なかなか面白いですよね。ナスダックはですね、マ、え、イ、ー、ナス49.74ポイントということで、えー、12,081ポイントで、えー、終わっておりますね。今日どうなりますかね。えー、S&P500 は4,132ポイントということで、えー、26ポイントマイナスでしたけども、 4000ポイントいけてますよね。先物今ね、ちょっとプラスの感じですね。えー、ビッグス恐怖指数ですけれども、26.02ということで、これもね、下がってますよね。えー、ちょっとね、ようなね、ディスコーンのような感じがしています。えー、今日はですね、えと私持ってるですね、はいえこのパルグループホールディングスですね、えー、これですね、えっとプラスになりましてですね、大変めでたいんですけど、えっと、 ちょっとねもう一回下がったら買い増したいなというふうにまあ思っておりまして、えー、その辺のところをですね、えー、ちょっとお話をですね今日はしたいなというふうに思います実はこのパルーって会社ですねもう非常にあの開示が良くないんですよねまず月次売上が出てこないんですよねだからまあわかんないですよねその月どうだったのかっていうのがね だからまあ,あの結構小売業って月次で株価も動きますんでですねまあねちょっとこう見,に見づらいところがあるんですねでおまけにですねえ決算説明会ですねこれもですね結構遅かったんですよえっと私最初に動画えこれ買った時にですねえ動画をまあアップしてるんですけどえまあそれ4月12日なんですけどえ決算説明会あったのは えー、それからですね、4日後の4月20日なんですよね。えー、で、まあ、あのそれ以来動画を作ってないので、まあ、めでたくね、今日プラテンしたということで、ね、結構ね、えー、っと、こんな感じでね、まあ、1356円までこう一時下げましたんでね、えー、計算発表後にね、まあ、ちょっとね、えー、うーん、どうなんだろうっていうね、えー、まあ、しかし、そのそんなに多くは持っていないんで、まあ、耐えて。 えー、自分のね、えー、まあファンダメンタルの分析を、まあ、あの信じてですね、まあ、持ち続けて今グッとね上がってきてるという状態なんですよねだけどもう一回こうちょっとね下げる可能性も、まあ、十分ありますでこれ見ていただくとこう分かるんですけどこれはですね、えー、2020年の3月1日付でですね、えー、1対2の株式分割をやってるんですよねはいでその時にこの1050円までこうね下下がってますけどまあこの辺とかで拾えてたらね本当に <laughs> いいんですけどまあそうは問屋が下ろさないということでですね私としては、まあ、できればですねこの2000円から2500円のところですね、まあ、この辺りですねをまあちょっと狙ってるんですね売り時としてねでえっと業績の方なんですけれど、えー、改めて見てみたいと思うんですけど、えー、前期はですね2022年の2月期ですね2月期が決算期です1342億これ過去最高の売上ですね で、営業利益は75億。えー、それから、経常利益76億。で、最終利益が40億。ということで、えー、まあ50円の配当をやってるんですね。60%までいかないですけど、まあ5割、5割程度のね、配当をやってると。で、予想が出てまして、2023年の2月期にですね、1500億円。すごいですよね。まあこう、右肩上がりに上っていく感じですよね。えー、プラス前期で11.8%増。 利益は87億でプラス15.7%。経常、えー、利益は83億でプラス8.4%。最終利益は46億円でプラス15%。まあ一株利益もね、当然プラス15%で104.7円ということですね。で、まあ配当は50円で末置いていると。こんな状態ですね。で、この会社ですね、そもそもその買った理由はですね、まず一つはですね、こう。 財務でですすねねこれが非常にいいんですよ、ね、2022年の2月期ですけど75億2,000万のね営業利益に対してフリーキャッシュフローが72億9,000万ですよね。で現預金がですね522億円なんですよね。これねあの実は、えー、短期借り入れをね、えーまあ、コロナのね危機っていうことで、まあ、短借りで150億円ぐらいの借り入れをしたんですけどこれですね返済してるんですよね。 それで、えー、まあ、なおかつですね、522億の、まあ、キャッシュを持ってて、まあ、とにかくキャッシュ比率がね、えー、55.75という、もう、本当盤石のバランスシートっていう感じですよね。で、こういうね、大体いいバランスシートを作るっていうね、まあ、現金がとにかく好きというね、えー、そういうですね、経営者って、まあ、昭和のね、えー、初めぐらいの生まれの人が、まあ、多いんですけど、 えー、こちらのです、ねえー、会長さんですね、会長さんですけどね、えー、87歳ですね、御年、えー、昭和10年の生まれですよね、1935年生まれということで、えー、まだね、えー、代表取締役会長として、ですねホールディングスの、まあ、トップに立っているというですね、で息子さんが今、社長やってましてね、えー、っとこれ、岡株市のところに出てきますけど、はい、この井上、えー、龍太さんですね、えー、この方が今、 社長やってまして持ってててまましし7.89%持いゃよね。でもう一つこのですね、えー、多分この井上秀隆会長がですね2.23になってますんで、まあ、息子さんに株を譲ったんでしょうね上手にね。で、えー、とこのスコッチ洋服店っていうのはもともとこの井上秀隆さんがその昔ですね、まあ、いわゆる洋服店ですよねを、まあ、大阪でね、えー、創業されたんですね。 それで、えー、まあ、あの、いつまでも洋服作っててもしょうがない。その頃、ジーンズブームがやってきてですね。もう相当昔話ですよね。それで、あんまり話したくないんですけど、えー、昔話ね。まあでも、えー、創業されて、えー、まあ、その後、カジュアルブームが来てですね。で、まあ、あの、ジーンズ店をですね、えー、まあ、あの、出店されてですね。えー、それで今のパールのね、石連れができたということなんですよね。で、実はその、この、秀高会長、 が社長の時代にですね、皆さんご存知のですね、3COINS、えー、ですね。あれも始めてるんですよ。だ非常にですね、えっと、なんてうんですかね、変革していくですね。そういったまあ経営者ですよね。えー、まあ、その DNA がね、小、まあ、息子さんにもこう、非常にこう引き継がれてるなというような感じがあのまあしますね。まあ、小売業ってね、本当社長の性格、会長の性格、人でね、決まってきますんでね。 そういう意味では非常にあの人間臭いあのビジネスなんですよね、えー、そんなふうにまあ常々、えー、思っております決算説明会ですね、えー、そのですねそれをちょっと見てみたいなと思うんですけどまあね4月12日の動画では決算説明会まだやってませんでしたからね、えー、これがですね、えー、4月20日のお決算説明会のまああの資料なんですけどまあちょっと先ほど売上はねまあ見ましたけどセグメント別はどうだったのかというところ ですねそれに EC の売り上げですねえっとこれですね通期、えー、でですねこんな感じなんですよねえー、っとまず衣料品ですねまあこれがメインなんですよねこのですねパルって非常に面白くてえこの井上秀隆さんですねまあ、そう会長さんの、まあ、方針でですねとにかく1ブランドでまあ、50店舗ぐらいしかできないよとんでタブランドでそのやっていくとだからもうなんかね ここに見,見,見えますように、ルブティック、ボンボンとか、イヤー、クッチっていうんですかね、これ。あと、チャオパニック、ラセット、コラージュとかですね。まあ、ゴスリーコインズありますよね。これ、こんな感じですね。スリーコインズ。はい、こういう。まあ、皆さんのお近くにもね、きっとあると思うんですけど、えっと、まあ、そんな感じでですね、非常にこう、多彩にですね、えー、レディス、まあ、主としてレディスですよね、のブランドをですね、あれこれ展開しててですね、オリーブでオリーブなんかもね、これあの、 えー、それなりの年齢の方はあのよく知ってらっしゃると思うんですけどあとナイスクラップですねこれはあの買収したんですねこれも上場会社だったんですよねですけどおいまいちね、えー、うまくいかなくてのパルがですね買収をして参加に収めたとそういうですね事、えー、業なんですねでこれ見てみますとですねそういうですね、えー、タブランド戦略の、まあ、レディースを中心とした医療品カジュアル医療ですよね でこれがですね、えー、っと2020年の2月期には971億円の売り上げがあったんですよ。で、構成費もね、73.5%を占めてたんですね。で、利益は67億で、えー、営業利益率6.9%、まあまあですよね。で、2021年のまあ2月期ね、まあ、やっぱコロナの緊急事態宣言とか、まん延防止とかでですね、えー、とまあ、客足が遠のいたんでしょうね。で755億ということで、非常に大きく減ったと。 で、構成費は69.6になって、えー、赤字をね、営業赤字計上しちゃったと。7億5,900万。なんですけれども、2022年の、まあ、2月期ですね、は871億円ということで、まあ、前年から15%増加して、えー、営業利益は33億5,400万。3.9%の営業利益率を出していると。しかしですね、構成費はですね、逆に下がってるんですよ。64.9%とですね。で、その理由はですね、えー、今お話ししました3 c コインズですね。これがですね、 年間でなんとね、えー、これ去年あの前期がね329億でしょでこれ469億も四470億ですよねそうするとまあ150億もねこれ通期でプラスしてるんですねで構成品もねもうにもうその前の前の期の26.5からですねジャンプアップして35%の構成品になっているとで利益率もですね3ーコインズ低いのかと思いきやそうじゃなくてですね えー、なんとね、41億7600万の営業利益率でいや、営業利益で、営業利益率は8.9%と、もうね、医療品より高いと。ああいうね、状態になってるんですね。で、前期比では42.8%の売上プラス。で、営業利益は倍増ですね。こういうようなことになっております。あすごいでしょ。うん。で、さらにですね、えー、っと、ここですね。 まあ先ほどこのスリーコインズ雑貨にねこれまあ進出したその会長さんのね先見の明がまあここで生きたんですけれどもまあ実際ねスリーコインズ今ねお客さん結構多いですよね女性を中心にしてですねすごく支持されてますよね3コイン n って言っても300円だけじゃなくてもうそれこそ500円とかね700円とか1000円とか1500円とかはたまた3000円とかまであるんですよねまあでもまあ300円がまあいろいろあるというですねまあ現実的にはですねあの 税込みじゃないですから3.3、えー、コインずつなるんですよね。330円ということですんでね。えー、なんですけれどね。えっ、ー、と実はですねこの雑貨へ進出したことがですね実はですねこの EC をやる上で非常にプラスに働いているように見えるんですね。で EC の売上高はですね合計でですね今328億8,900万になってるんですよ。これは前年がね236億ですからまあね100億近い伸びですよね。 えすごいと思います。医療品に、まあ、対するですね、売り上げの比率は37.8%に達してるんですよね。z o タウンがね、まあ、一番中心になるんですけど、174億の売り上げ、前年比で28.5%増。それからね、やっぱ一番儲かるのは自社ですよね。自社のパルクローゼットってのがありましてね、これが115億5400万。これね、55.3%増ですね。これも利益寄与してますよね。パルクローゼットってどんなかというと、まあ、これがパルクローゼットの、 オンンラインサイトなんですけれど、こうですね、えっ、ー、と、20代、30代、まあ、40代ぐらいまでっていう感じですかね、えー、そういうような、まあ、あのビジネスですよね、の女性を、まあね、ターゲットにしてるということですよね。で、やっぱりね、この9,900円のストレッチキャミワン,ピがあるワンピースがあるかと思えばですね、3ーコインズの330円のディズニープリンセスのショップバッグとかね、えー、550円の3ー,ーコインズのマグカップとかね、 こういうのもあるんですよ。あとこれミスティックとか、まあそういうブランドもあるんでしょうね。メランジメッシュニットになると7590円。かと思えば、ね、こちらにありますように3コインズのまた330円がね、こう並ぶんですね。で、ここね、えっ、ー、と5000円以上でないと送料が無料にならないんですね。だから3コインズの商品を1点頼む人は、まあ100%いないと思います。ですんで、まああの、非常にですね、えっ、ー、と洋服とかですね、雑貨をまあ合わせ買いしてもらいやすいと。まあ例えば5000円にあとね、 えー、まあ200円足らない時はこの330円のものをね一点買い足せば送料が無料になるわけですよねそういう意味で言うと非常にいいですね重要な役割を果たしているというふうに思うんですねそれとですねこのね予約ですねすごく増やしてるんですねで予約すると5%のねポイント還元を行うよということなんですけどこうやってもう予約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 この予約がね埋まっていくんですよね はい、えっとこれあのチコっていうねこのブランドで、えー、展開するまあこういう服ですね、えー、ワンピースなんですけど8690円するんですけどねお気に入り登録数が1114人いるんですよねこれ追加新色の追加なんですねまあそうするとですね何が起こるかというと無駄なものを作らなくて済むんですよねなおかつね無駄なものを作らないでいいですからいわゆるディスカウントしなくてまあ処分のねディスカウントをしなくていいんですよねまあこうやってね あのなんか動画も入れてね、こう来た感じもね、もリアルに見せてますよね。まあ、非常にね、えっと優れたね、えー、自社オンラインサイトだというふうに思います。でこれもアプリもありましてね、もう当然のことながら。で、まあ、基本的にはアプリから受注するのが多いんだというふうに、まあ、思います。これがね、自社サイト、パルクローゼットですね。まあ、ここがね、まあ大躍進してるんですね。74億円から115億円と、もすごいですよね。 でこの EC の売り上げって目標が300億円だったらしいんですけどこれを突破してですねそれでえっ、ー、とまあ今期ですね2023年の2月期は400億でその次の2024年の3月期には500億を目指すとで自社サイトのパルクローゼットの比率をまあ50%まで引き上げていく方針だと、まあ、そうするとねえっ、ー、とまあドドタウンにまあ取られてるね まあ出店料がですね、なくなりますからね。えー、売り上げごとに、まあ、ここいくら払ってるか知りませんけど、やっぱ30%とか払わなきゃいけないんじゃないですかね。で、そういうですね、えっ、ー、と、まあ、方向性ですので、えー、非常にね、利益が上がりやすい EC の方もね、体質になっていくだろうと。それと、まあ、あの、常々私言ってるように、やっぱりその、D、ーの DX の革新っていうのは、まあ、まずはやっぱアプリ会員ですね。自社アプリを作って、そこの会員になってもらうと。で、いろいろ特典つけてね、 それで、まあ、ああの、会員になったことの喜びをですね、まあ、ああの、消費者に感じてもらうというところなんですけども、これがですね、えー、っと、583万アプリにね、達したと。それで、今期はね、これを800万にしようと。ま、あこれね、アプリ会員の、まあ、まあ、会員っていうのは、要するにダウンロードして会員になった数ですよね。まあ、ああの、店舗でもね、えー、っと、進めると思いますんで、 非常にね、えっと、これ今、あの900店舗ぐらい展開してますんで、そこでやっぱり集めていけばね、まあこれ結構計算できる数字になっていくというふうに思います。これすごいことだというふうに思います。えー、っと、ただね、まあちょっとね、えー、OMO のところはちょっとまだ、こう、ないなっていう感じはします。えー、オンライン、マージオフラインですね。 だからやっぱりこの次の双方向になるところで、まあ、あの、店舗でも受け取れるとか、まあそういうところがちょっとね、やっぱ 3COINS がある今度弱みも出てくるんですよね。あの、まあね、300円のものをね、まあ店舗で受け取るってなかなかね、まあ、難しいように思いますんでね。まあだけどなんかこう解決策をね、えー、考えて、まあ要するに、えー、ウェブ上でのお買い物と実店舗でのお買い物をですね、その壁を取っ払っていくっていうですね。 えー、そういう方向に、まあ、きっと進んでいくんだろうなと、まあ、その戦略の立て方が、まあ、すごい楽しみだなというふうに、まあ、思います、えー、でまああの先ほどから申し上げているようにですね主なブランドっちってもですねこれ紹介されてるんですけどこれはカスタネっていうねブランドでですねでも2店舗数24店舗しかないんですよね18億3000万のルイスっていうんですかこれだって12店舗しかないんですよだけども 3COINS だけすごいんですよねなんと店舗数230店舗 で売り上げはね先ほど申し上げましたように379億ということでもうぐんとですね、えー、120億伸びてるということなんですねえー、まああのリーコインズはですね300円に、えー、まあこだわっているわけではないんでまあ300円が比較的、えー、多数あればいいんですよね例えばあのプラスチックの成形ものとかですねそういうものはですね、えー、実際に方さえできればですねほとんどこそ かからない形ででででできるんすすねね樹,樹脂成形のやつです、ね、でまあそういう意味でですねあのとにかく低価格にできるものは300円台とでとそしてまあ,あのそうできないものはもう500円とか700円とか1000円とかに上げていくと、まあ、こういう戦略が取れるということですねただやっぱりそのね売り場に楽しさがないとあのお客さんはねやっぱあれだけ来てくれてないと思うんですよね。 だけど、まあ、この間私も行ってきましたけど、まあね、子供のおもちゃみたいなものも、ね、すごく面白いものがあってあの非常に、ね、これは女性は喜ぶだろうなっていう、ねえー、感じがしましたちょっとね100均,とは100均よりは一画上だなというですね、まあ、ファッションの要素が結構入ったあのお,、まあ、お店だなというふうに、まあ、思いますで,ですんで、まあ、あの円安で,です、ね、仕入れコストは多分上昇するんでしょうけれど、まあ、それをうまくです、ね、価格転嫁してですね 価格転嫁という価格変更ですね。えー、まあその値付けのやり方を変えていってですね。えー、そしてまあ,あ、買わしていくと。これね、やっぱりね、仕入れてるとなかなか難しいんですけど、まあ、基本的にですね、まあ、あの自社、SPA でね、まあ、やっておりますので、まあ,あ結構ね、吸収できるんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあこういう似たような業態って結構あるんですけど、やっぱりね、えっ、ー、と、300均ではもう 3COINS が圧倒的に知名度は ま高いですね駅中にもありますね新宿の駅とかにすりコインズありますしねこれからもねこのリーコインズをですね、えー、ガンガン出店していこうとでとにかくアパレルはもうとにかくこう小さい店舗数でこういろんなブランドをやっていった方がいいという考え方なんですけどだけどこのリーコインズはですねとにかくもうワンブランドでねでガーッといっぱいやっていこうとこれの一角上のサリュっていうね、えー、ブランドも、まあ、雑貨のブランドもあるんですけど まあまあ、それほどですね、大きな、まあ、あの、店舗数の成長は、まあ、ちょっと見込め、今のところ見込めないのかなというふうに思いますね。それで、えー、店舗数ですね、これですね、期末店舗数902店舗減らしてますよね。えー、っと、特別損失が16、7億出てるんですけど、まあ、これって大体、あの、あれですね、えー、っと、店舗の減損と、えー、除却損ですね。まあ、それがあ出てるということですよね。で、えー、まあ,あ、30店舗減らしてですね、さらに、いいまあ、 大店がねね、まあ、77もやってんですよ、ね、で新規出店もその代わり47やってると。だからじゅ、順、ま、元、あ、で30店舗だと。で、とにかくコロナで、えー、まあ、なかなか都市部は難しいということで、地方での新規出店をまあ増強してるんだというふうに書いてますよね。スリックインズはね、もうやっぱり、出店ですね、基本的にね。もう店舗出していこうと。もうとにかくね、めっちゃ儲かる体質になってきましたからね。それ私がですね、まあ、これはあの、ののまああの地域別のまあ、店舗数なんですけど、 えーまあ、大阪八祥なのに、えー、関東圏が一番多いですよね391で次関西が208とでその他地方が303とこんな構造になってますでとにかく利益率がねまあ何しろ先ほど見ましたように8.9%もありますからね33コインズって言ってるのにねうんアパレルより利益が出るとこれはもうね会社としてもびっくりでしょうねえー、まあでも逆にですね 871億のアパレルもですね、全距離は回復していってるきてるんですね。で、まあ実際ですね、なんかあー夏とかまあ秋口にかけて、まああのいわゆるコロナのね、えー、人流抑制があったということでね、まああの非常にその処分に苦労したということでまあ値も下がっちゃったということらしいんですけど、まあこれもね、ここへ戻ってくるとね、9 7 1億。 そうすると、まあですね、掲げてる1,500億もね、まあ、全然こう、到達できない数字ではないですよね。で、ここのところの、まあ、やっぱり、人流の、まあ、緩和ですね、もうマスクも外していいよみたいなことを言ってるわけですから、そうするとですね、えっ、ー、と、大体、ショッピングセンターを中心にこれ展開してますんで、ここの医療品ですね。そうするとおですね、えー、まあ、売り上げはね、上がってくるだろうというふうに思ってます。で、スリコインズの方もですね、まあ、あの、 この4割増っていうのはまあないにしてもまあおそらくですね、えー、一定程度ですねこれまあ更に伸びていくだろうなという見立てができるように思うんですよね。でですんでまああのまあ、EC もね、えー、それに伴って伸びていくだからまあうまくかみ合ってですね来季はすごくいい来季っていうかまあ今季ですね2023年の2月期はまあすごくいい決算になるんじゃないかなというふうにまあ私は思ってます。 ただね、どうしてもですね、月日がわからないっていうのが、まあ、リリースされないっていうのは不安ですよねで。そういう時にですね、一番いいのはですね、えっと、ここですね、アダストリアですね。これ似てるんですよ、すごくビジネスがね。こうやってブランドニコアンドとかね、グローバルワーク、もう,う若い女性ですね、20代、30代、40代、スタジオクリップとか、メイフロー、ジーナシス、レプシムね、あっちゃこっちゃ、もう、4モールなんか絶対入ってますよね。まあ、こうやって似てるんですね、アパレルはね。 で、ここがですね、月次を発表するんですよね。で、これがですね、えっと、アダストリアの、えー、3月と4月の月次情報なんですけど、3月はあ既存点が102.2。で、えー、4月が114。まあね、結構いいですよね、2桁でね。で、これと似たような数字が少なくとも、えー、パルのね、アパレルでも出てるはずなんですよね。まあ、あのー、これ5月、また、あのー、明日とか、 まあ、今,日出て今日は出てないんでまあ明日明後日出るかも出ると思うんですけれどもでこれがいいとですねおそらくうですねこのパルの株,株価もねグッと上がると思うんですよね月次が、ね、発表されてないから、まあ、どうしもうそれで途方に暮れるんじゃなくてまあこうやってですね、えー、やっぱり似たようなところを探してきてそこのやっぱ月次を見てみるというところがねすごく重要だというふうに思いますまあねダストリア前天ベース115.6ですよね株価見てみましょうか はいこれアダストリアのの今日の株価ですね6円プラスですよねねこれねえー、っと多分、うん、5月もいいというふうにマーケットは見てるんだと思いますよだって4月がね2桁いってますからそうするともう五月もねそれなりにいってるんじゃないかと相当暑かったですからねまあ夏物ですね初夏物結構売れたんじゃないですかね,ねこれ2023年2月期の、まあ、連結の業績見通しなんですねまああの先ほど株ブのねええー 財務のところでいましたようで粗り、ね、益率は55.4で営業利益87億の、えー、純利益は46億になるとまあ前期ね特別損失出てますからひょっとしたらねこれだけ出てますんでね1600億くらいあごめんなさい <laughs>、えっと、16億ですね出てますんでもうちょっとひょっとしたらねいいかもしれないですけどねえっと実態はねって利もねもうちょっと上がるように思うんですよねうん。 まあわかりませんけどね。まあ、あの、多分、あの、シリコストの上昇を、まあ、加味してですね、あらりは抑え気味にしてるんじゃないですかね。きっとね。でそういう見立てをしてるんだなと、とだろうと思います。まあ、あの、全然ね、えー、っと、レディースの、あの、小さな、こう、ブランドをいっぱい展開してる会社なんて、もうほんとね、ええー、いくらがいくらなのかね。まあ、あ,あまりよくわかりませんからね。まあ、ああ、スリーコインズも、まあ、いろいろ根付け変えてね。 利益取れるということですから、まああとはもうクリエイティブ力だけですよね。どれだけ魅力的な商品を作れるかということだけですよね。ただまあそれについてはですね、やっぱパルは実績があるということで、まあ安心していいんじゃないかなというふうにまあちょっと私はまあ思っています。これ業績見通しの前提なんですけど、えー、2023年はですね、もう現状ですね68店舗の出店を決めてるんですよね。で29まあ閉店してで純、えー、増が39で941になると。 まあね、えー、店舗数の増加ですね。これまあ、一番中心になるのはまあ多分雑貨だというふうに思いますけどね。スリーコインズですね。だと思います。で、えっと、既存店の売り上げの状況っていうのはね、ここでやっと開示してくれるんですけど、まあ、決算説明会でね、まあ、全然ずつ月々やってくれたらいいのになと思うんですけどね、やらないんですよね。で、えっと、2022年の2月期はもう続きで既存店136、まあ、だから36%増ということですよね。 それで氷で64%増ネットで32%増とこんな感じなんですねで見通しがね結構アパレルがちょっとねなんかうんしょぼいんじゃないかなと思うんですけど8%増6%増21%まあネットだけがね、えー、2桁の高水準で伸びるっていう予想ですよねで実際ですねまああのー、まあデコボコはねまあ当然氷があるんですけどまあなんか1月すごい伸びたんですよね だけどえっ、ー、と2月はね97.6とかね既存点で小売りの既存は86.9とかまあこれがね結構まああの嫌気されて、えー、ですねこう下げていったんじゃないかなと思うんですけど実際にはねさっきの3月からのねやっぱこう人流抑制の緩和っていうところですねでまあ、やっぱりあのプラ,スにてプラスに転じてるんじゃないかなというふうに思いますでネット通販の既存と売り上げだからですねこれ29.9%増ということで まあネット相変わらずいいよということですよね。まあこんな感じでですね、えっと、まあ、客単価もですね、えっと、まあ、増えていくですね。まあ、水ね、衣料品が8.3%客単価増えて、雑貨が7.4%。ね、3ーコインズって言ってんのに7.4%単価が上がるんかいみたいなね。か普通フラットなはずなんですけど、そうはならないんですよね。ここね で客数はまあね、雑貨く変わらず好調で17.6%伸びるという、まあ、ことなんですよ。だからまあこれね、うんと、衣料品をね、結構ちょっと固めに見てるような感じがなんとなくしますね。うん いいうようよなままあ、業績予想だと思いますしかし、まあ、医療品ね、2020年ですね、2月期、まあ、この時のまあ、水準には、ですね医療ですね戻ってくると思うんですね、970億ぐらいでしたよね。2月決算ですから、3、4、5、えー、6月ですね、下旬かもしくはまあ7月の頭ぐらいに、えー、っと第1四半期の決算出ますんで、まあその時にね、えーまあ、ある程度方向性がまあわかるように思うんですね。 でその間は、まあ、月次が発表されませんので、何の手がかりもないので、株価はね、やっぱりこう、下へ行く可能性もあるんですよね。こう、またもう一回こう、落ちてきてね。っていうことですよね。何しろね、この二分割で、とにかく、配当がまあ、あの、二分割前に持った人は100円になってんですよね。え、50円配当ですからね、今でも。までもね。なので、うん、こう、分割前に持ってた人はもうこの辺でね、まあ、半分売ってもいいですよね、全然ね。 ということだというふうに思うんですよね。だから、まあ、うんと、上がったら売られ、上がったら売られしたのは、やっぱこの分割の影響があるんだというふうに思います。上がったら売られですね。だから、こう、上がったらまた売られるという可能性はあります。えー、まあ、このですね、業績の推移が、まあ、2023年の2月期のですね、業績の、まあ、推移がですね、明確になるの、なるのはですね、やっぱり、第一四案期の結果次第というところがすごくあるんですよね。だから、まあ、それがですね、見えてくれば、 1500億もうこれはいくんじゃないかと。もう進捗率で大体わかりますからね。これのね、えー、3か月決算でね、大体この3月から5月まで、これね、どのぐらい伸びるかとこっからね。これでわかりますからね。まあこのまずは第一四半期を見てから、まあ、うん、考えたいなと。で、それまでですね、まあ、一回下がる局面があるかもしれないんで、まあ、マーケットにも左右されますからね。ですからまあ、 パル自体のビジネスはすごくいいですし、まあ利回りもね、少ないですけど、まあそれでも3%ありますんで、この株価でね。で、まあ下がってきたら、まあね、私もそんなにいい多くは買ってないんで、まあもうちょっと買い増しをしてもいいんじゃないかなというふうに、まあ、思っているところなんですよね。どうなりますかね。えー、そんなことでですね、えー、今日はですね、えーパルホール、パルグループホールディングスについてですね、 えー、買い増しをね、検討してますということで、えー、お送りいたしました。えー、いかがだったでしょうか。えー、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記。本日はここまでです。えー、ご視聴誠にありがとうございました。えー、もしこのチャンネルがいいなと思われましたら、ぜひぜひチャンネル登録をお願いいたします。えー、それから高評価ボタンもよろしくお願いいたします。えー、ではでは。